はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょう。ムージュラの仮面です。よう、ゾーラじゃねえか。最近景気はどうだ？お前の首はどうだ？はは、ムチさんが俺のところっちゅうところだ。ダメダメ、俺も最近さっぱりオキラなんだよ。こっちが分けてもらいたいぐらいだよ。ということで、ほんでもって、俺様はこの水30年生だからゾラに負けることに問いたいところなんだけどな、さっき海の水が偉くあったら生きるに魚取れなくなっちまったんだよ、わけね。変な生きり出すやつもいたら漁師家も大ピッチを、これ欲しい。助けて、早くと、喋る、脱毛と死後だー、シードラゴンだー、うろうろ捕まえたんだけど、珍しいから文字が、わー、うろうと思って欲しいのに、ずっとやってもいいぜ。まあ、条件次第だけどな、お前、女海賊の図紙持ってないか？ごめん、まあ、持ってないんだ。後で取ってくるからよ。はい、その代わりこれあげるよ。なんで、やっぱり持ってないか。全く持って無視？お前、これだったらゾーラ族になれるぞ。え、わからない？そうだよ。だって僕、男の子だもん。そんなさ、女の人とかよくわかんないんだよね。おっぱいが大きいとか、お尻が大きいとかさ、くびれがあるとかさ、まあ、おっぱいの大きさはまあ、人それぞれの好みだからさ、なんかさ、例えば H カップ好きな人もいればさ、別に A カップでも問題ないですよ。むしろなんか、小さいおっぱいこそ正義っていう人だってたくさんいるしさ、って。まあ、なんか日本人は半々くらいらしいですけどね。うん。まあでも、やっぱ人、それぞれですから、その好みはね、僕はある程度膨らみがあるっていう方が好きだったりするけど、いや、逆にない方が、なんていうの、それを一生懸命、こう、育てようと頑張る人が好きです、みたいなとかね、何を言ってんだ、俺は。ということで、今回は海賊の、砦に行って女帝になろうと思います。っていうか、あれ？普通にさ、まだ、あれが2つしかないんだけど、大丈夫かな？まあ、二つしかないから大丈夫かなって、大丈夫じゃないんだけど、てらちゃちゃぱらぱぱん。二つしかないこと自体が問題があるっていうよりは、どっちかっていうと、ここの作業が少なくとも二回行かなきゃいけないっていうめんどくささがあるっていうところなんですよね。ということで、ズワン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 、ブオン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 。ということで、あそこ泳いでると。そして一体誰が泳がしているのかっていうのがちょっと全くもってわからないあれなんだけど、まあいいや。でね、ここのね、魚たちがまた、あぶれんだわ、これが。あぶれんのがいるんだよね。ほら、来た。燃えろ。あれ、もう一匹いたよね。あ、そうだよね。よし、オッケー。で、行ったところで、もう一人いますか。盾がでけえ。オッケー、いっちゃらー。うわー、つきまんのかよー。こんな顔だ、わー、怖いよね。急に顔だけがさ、ゴヨンって出てきたら怖いよね。お前何し、ちょ、待って、何勝手に走り始めてんの。マイレボリューション、魂レボリュー、ちょ、あー、もうそろそろ、ね、マジックポイントが欲しいんだよな。いいか、これとこのなしが、おっから近づかないほう、僕はいいんだよ、実は。これ取れてる家族はみんなを…ほんとそんな目で見るよ、お前。ただのスケベじゃねえか、お前さ、種族がさ、卵も帰らねえでヤバいってなってる時のタイミングでさ、何スケベ心優先させてんの。何ゾーラ族と人間とのなんかハーモニーで生み出したいわけ、マジで。ほんとにもう、いやい、ここまで来たところで捕まるわけない。うげえ、いって、まあ、ほんとに。ちなみに、ゾーラと人間が交尾をしたら、一体何ができるんだ？まあ、ハイリア人だったとしてさ、まあ、でもあいつらゲルド族か。あいつらゲルド族やな。じゃあ、ゲルゾーラとか、ゾゲラ族とか、もう何でもいいや。それを言うんだったら、ゾルド族だしな、しかもな。よし、じゃあ、ここに待ってて、ああ、でもあれだな。こっちの端の方行ってたら、普通に捕まってなかったかもしれないね。あのさ、普通に後ろいたら、やっぱ捕まらないんじゃねえ説あるよね。あいつらガバガバだし。そのガバガバだって言ってたやつに、今までやられた、私が言われたもんじゃないって言っても、私が言えたことではありませんかって言って。危ね。よし、じゃあ行こう。で、こんなところをさ、ふらふらしてるやつがいるのにさ、全くもってさ、ねえ、何も言わないっすよ、これ以上は。よいしょ、で、ゴロン。よいしょ。ほい、で、そっちが開くのか。で、そうか、で、サイト入るときにあそこから行った方が早いですって、そういう話ですね。オッケー。じゃ、マジでね、水のステージってね、複雑すぎて覚えてないんだよね。ということで、下、あれ、どこが開いたっけ、今。あっちか。
また変なやつがいる、変なやつがいる、こち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 、した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 、あの油断してるとかあって、あーなんか宝箱がある。え、このところ宝箱あったっけ。ちょ、何しとんねん、何しとんねん、沈め沈め沈めんぞ。でも多分ルピーだろ、きっとルピーだろな。パラパパラパパですよねー。こんなだったらあれだな、普通に待っとけばよかったな。待っとけばよかった、あの貯金すればよかった、間違えたな。よし、じゃあこのまま進んでいっていって何が待ち受けているのか私楽しみでございます。さあ美人のスケベなお姉ちゃんたちがいっぱいいるのでしょうか。お姉ちゃん待っててね、私が今からあなたのことを食べに行くからね。もぐ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 え沈みます。でこれをふっと押すのでいいのかな。じゃらちゃちゃちゃん。で、これ、あ、なんか、こっちにもあるな。こっちは、あ、でも、これは、多分、あ、A ボタン押してないのになぜ A ボタン押す。あ、そっか。A ボタン押したわ、俺。ごめん。嘘つきました。嘘つきは3問の得。嘘つきすぎやろ。よっしゃーんで、ポイント行って、もう一丁、ドイーンと行って、あ上通れたの？これもしかして。ちょっと待って。これでいいのか？あー、宝5個があるのね。まあ、全然興味ないから、このまま上がっていっちゃいましょう。パパー。チャ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 ー。ほい、オッケーでガチャンと開けると、一体何が待っているのかというと、砦に入るまでがめんどくせえな。そしてまた何か宝箱みたいなのがあった。え、宝箱だよな。あったあったあった。なんだろう。チャラチャチャラチャチャン。あのさ、何の目的があって、例えばさっき一番最初に撮ったやつだった。え？これこれ、え？え？ちょ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 。これどうしたらいいの？あそこにスイッチがある。え？これはあれか。ゴロンパンチか。最初にあったさ、場所のさ、あの、二重ルピットとかだったら、なんか、あの、討伐して、あれ？やっぱそうだね。討伐して、持ち帰ったお宝が残念ながらね、うん、落としちゃいましたとかだったらわかるけど、こんなところに落とすってもう、バカの極みだからね。何してんだろうね、ほんと。よいしょ。ドゥーン。あお。あお。チャラチャチャチャラチャチャン。やったー、なんか普通に手に入った。チャラチャチャチャ。そして閉められた。閉め出され。チャラチャチャー。なるほど、やっぱ時間制限があるな。見立てた通りですね。ということですので、とりあえず戻って、で、これまたあれ入れ替えがめんどくせえな。あ、間違えた。まあいいや。発症課金ゴゴ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 ゴ
おお、こいつらやりよるわ。勝手にやられただけなんだけどさ。ちょ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 、まあでもバカ。あ、ちょちょ、あ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 、めんどくせえ。勝つ。よし、戻ってきたぜ。いいさ、行こう。ガーと思ったらお前閉まってんのかよ。なんだ、一回開けたら開けっぱなしになってきて、何の時間制限だ、ファーロー、ちくしょ。あ、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 ちょっと待って、なんかここ沈める?ああ、もう今ルピーいらないからな。ええわ、ええわ、ええわ。いや、もちろんルピーじゃない何かなのかもしれないけど。ちょ、ここのさ、ああ、よいしょ。ここのあれだよね、海賊たちってさ、前回パートと違ってさ、前回パートじゃない、前回の時のオカリナと違って、確か、一回ぶち抜いても、時間制限でなんか急に何事もなかったかのようにあれだよね。何事もなかったかのように、なんか普通に歩き始めるんじゃなかったっけ、確か。ね。ちょ、お前って、早行けって、お前ってしょうがないな、お前、俺。お兄さんを殺したら怖いってやつ?ごめんなさい。で、こっち、あ、なんだ?あ、あー。なんで?舐めてるやろ、お前。叫んのね、ボケボケ。ガラ悪い、ガラ悪い。ガラが悪い。
もっと健全で優しくてみんながニコニコできるようなゲームをやっていきましょう。よいしょ。ほい。パキーン。スプラッシュマウンテン。オッケー。これなんか上行きすぎるとあれなのかな。うん。ちょっと全然破壊してくれないもんね。なんか上にある。え？ぶら下がって。あ、そういうことか、そういうことか。上行きすぎ、うん？こっち。だからこれはいけないんだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ登りましょう。登って、行きましょう。また。覗いたら。ああ、そういうことか。ああ、でもな、ほんとこれ覚えてないんだよな。どこにどう行ったらいいのかっていうのさっぱり。あ、そっか。思い出したぞ。で、あ、君たちがいるのね。カカカカカカン。あ、ちょ、あ、絶妙に、絶妙に。ほい。カキーン。オッケー。ほい。痛い。そんな犠牲を払ってでもさ、私は扉を開きましょう。で、出ていくと。オッケー。で、ここで捕まる可能性があるのかわかんないけど、とりあえず、これをしとけばこいつらは間抜けだから、捕まることは、これ一切ない。よし。こっち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 。たたたたー、たらたらたたらら、ぱーぱぱーん。ちょっと待ってね。さーってどうしようかなで。こういうのに気づいてなかったら、こう目の前で急にさ、箱が破壊されるのかなと思ったら、めちゃめちゃ硬い鋼鉄やったわ。びっくりした、今。よう、なんか骨とか折れずに済むよね。リンクもリンクで。いや、ブルーホースじゃなくて、ブルホスくんだからね。よいしょ。で、ここ開けて、わー、正面にいた。気づいてほしく。そんなあれ来る声出したらダメよ。え？いや、出すなら外まで出そうよ。てか、ここはバレるんだ。ここはバレるんだね。オッケー。じゃあ、どっから入っていったらいいんだろう。まずはやっぱ、じゃあこれを登っていくべきなのかな。この距離にいても。そんな声出したら何が起こったってもっと周りが慌てるべきなのにさ、全然そんなこともないもんね。仲間思いじゃないな、お前たちも、本当に。じゃあ、登っていきましょう。ふんふんふん。あ、なるほどね。こっちから行かなきゃいけなかった。そういうことだね。お邪魔。あーお邪魔しまーす。で、なんか、おぉ、気づいてくれたね。ペペ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 、おぉ、88ピピピ、8ピピ。オッケーオッケー。で、ベー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 。キラー B だね。ウィーって、私の8本の尻尾って、残りの卵を見つけ、いえ、それが、まだ、おだまり小田真理さんですね。何やってんだよ。家族さんに住んだ男の人に聞かれたら大笑いされる。むアベイル様。あたら海蛇の奴らに襲われた海は変な霧が発生した。小田、あ、やっぱり小田真理さんが出てきたね。あー、なんかちょっと。ねえ。まあ、私は行くけどさ。急がぬゾーラに先越された玉が今ここに4つある。残りの3つの玉は蛇の奴らに早く探すんだよ。行ってきた。わかりやした。どこ?お待ち!まだ説教は終わってないよ。ゾーラの卵は竜神軍の唯一の手がかりなんだよ。あの変な仮面をかぶったやつの言うことがほんなら、あ、私ですかね。お宝を与えないし遊んで暮らせるんだよ。キアリツ探しな。そう、イエス、わかりました。で、こっから撃てるんだっけ？こっから無理だよ、多分ね。あ、いけんのかーい。気づけよ、こいつらもこいつらで。ねえ、HP3 攻撃力6ですよ。わーわーわー、助けた助けた、だーるかー、きゃー。はい、お疲れ様でございました。じゃあ行きますか。
テンションが上がりきらないね。パカパカパカ、ボコ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 。そんで、ホタテ貝があっちで待ち構えてるし、怖いわー、マジで。発射しまーす。このまま行けるんだっけ？あ、ちょっと待って、登らない。あれ？どうやって登るんだ？あー、なるほどね。そういうことか。ちょっと待ってね。違う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 。こっちに何回も戦わなきゃいけないんだったっけ？その、女海賊団と。あっちだね。よいしょ、ほい。よいしょ、あー、痛い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 。よいしょ、ものすごい間抜けな格好してんな。よいしょ。よいしょ、ポコ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 。あー、ミニスカすぎて、あそこが見えそうな感じになってるな。でも、胸筋は素晴らしい。羨ましい限りです。どーら、早くお水に入れてあげましょう。まあ、なんか、早く垂れっていう言葉が一瞬見えたような気がしたんだけど。まあ、きっとそんなことは気のせいでしょう。よいしょ、ほんで、これ二つしか手に入らないっていうのがちょっと、あれだね。しんどいところだね。よし、オッケー。石ころ豆。なんかあれだよね、もののけ姫に出てくるやつみたい。どこに行ったらいいんだ、これは。あっちかのとりあえず。行けないよね。行けないですね。どうやら行けないよ。よいしょ。こっち行って、登って、登れない。登ることができない。オッケー。よいしょ、ほい。こっちは、あー、なるほどね。はぁ？なんか作品が変わってすっげーエロい声を出すようになったよね。なんかまるで行く瞬間だよね。まあ、感じは違うんだけどさ。出てくるか？チャラ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 。待ちな！あ、さっきと色が違い。あたやすんのおめちゃ騙されないと。シャキン？普通になんか背中に、刺さってなかった今。あちょ。おら。え、終わり？それすぐ止まれ。はい。それができるんだったら普通に来たらいいのに。え、弱っ。ギルド族の方がよっぽど強かったぞ。あ、やった、ハートいっぱいだ。めっちゃ危ないのがいる。うわ、残念ながらでもここで一旦終わりなんだよな。じゃあ一回あれだね。で、あれ確か、でっかいやつをぶちのめすと、待て。でっかいやつ、でっかいやつ。てか、お前らそんな声出せるのかよ。なんか、なんならちょっと可愛いぞ。よいしょ。んで、よいしょ。魚、え？反対向いて浮いてる。じゃ、違う。で、潜ります。で、チャラチャチャーチャ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 、せっかくなんだからお宝も取っていこうよ。私たちの卵とお宝がないっていう状態を生み出してやろうじゃないか。20ルピー大好きだな、お前ら。よし、じゃあとりあえず一旦、どうしたらいいんだこれは。ここ行ってパコンと開けると、あ、ここに出てくると。じゃあ行きましょうか。なんかすげえ慎重になっちゃった。ごめんね。うん。まあ、そんなこともあるよ。クロックじゃなくって、ミルクウォールででもなく、ミルクウォールでグレートベラ買えたんですね。オッケー。チャチャーチャ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 ピキ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 。毎回あれですね。よし、オッケー。チャーチャー。でも、あ、そうか、しまった。写真撮るの忘れてたわ。どっかでいい写真っぽい。あ、でもそっか、普通にあれか。石ころのお面被った状態で写真を撮ればそれで問題ない数だよね。じゃあ、まとめて、処理していきましょう。ほい。ん？ここで使ってもダメみたい。ポン。卵の落とし方が雑なんだよな。もしさ、これさ、中ポンとすり抜けないでさ、何？鉄格子とかにボコって当たったらさ、秒で終わるかな、本当に。怒ったかな、橋本かな。よいしょ。森かな。くだらねえし、寂しい、ほんとだりーし、何してんだ。
おっさんが一人でそんなこと言って誰も燃えねえっちゅうのっけ話だね。ごめんなさい。これにしといて。あ、ちょ、だ、ま、何してんの、まるで。なんでそっち向いた？あ、いた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 。助けて助けて、誰か。んで、これにしといてからの。ちょ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 なんだ、本当になんだ。あ、壺、壺、壺、空き瓶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 。空き瓶ってどうやって手に入るんだろうな。とりあえずあっちまで行かなきゃいけないから。あ、行って行って、わおー。ほんで、こっち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 。そう。見つかんのかーい！めんどくせえ。マジです。あ、ちょ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 、勝手に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 。ちょ、もう仲間が勝手に勝手に。違う違う違う。俺がそろそろ欲しいのはマジックポイントなんだよ。ちょ、マジックポイント、壺を破壊してくれ、ルピーはいらーん。潜ります。マジで、マジックポイントが手に入らないな。なんか縛りゲームでもさせられてんのかな。よいしょ。ルイ、オッケー。仕方がないから、こっちから。ぐっと。なんで見つかるんですか？もう沈み方がランダム。あー、やる気なくすわ、マジで。で、ここって言ってもそうだろ。もうお前ももう繁殖しようとせんとさ、ま、俺の代わりに捕まっといてくれよ。手伝ってくれよ。お前ちょっとはさ、ゾーラ族のために役に立ちなさいよ。人類のためとは言わないからさ。ういよいしょと、ゾーラ族、でもゲルド族とかってなんとか族ってこといるってことはさ、結局こいつらも人間なのかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、むちゃ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 オッケーオッケー。さあ、ここまで帰ってくりゃもうなんとかなるでしょうよ。逆にあれかな、船に一緒に乗り込んでさ、でゼロ距離で写真を撮るっていうのもありかもしんないよね。めんどくさいからしないけどさ、もっとこっちでね写真を撮ったり、全身写ってたらいいのかな。あの漁師どこが好きなのかな。顔、髪型、おへそ、おっぱい、お尻。あー、ちょっとそう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 、いいねいいねいいね。これこれジャストミートじゃねえか。これでダメだったらもうその時はその時で。じゃあ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 。しかもね、こいつらの優しいところはさ、ここで捕まったらさ、砦の外に追い出さないでさ、あそこのなんか船がうぬうにうぬうに回ってるところまでで勘弁してくれるっていう優しいよね、本当に。今晩抱いてやろうな。よっしゃ、こっち。シェイバーで、ここ行ったら、ハートがいっぱいある。え、あ、なんか、え、あ、違う、なんかめっちゃ樽あるわ。宝箱かと思ったら、ただの樽だったわ。お邪魔しまーす。ちょっと待ってね。これはなんか、弓矢でぶちのめした方がいいのか？なんかね、そこの変なお面かぶってるやつとかって、うわ、すげえ。誰も意に返さない。あ、じゃあ当たってたんか。今思いっきりずれてたと思ったわ。あ、じゃあもう一人いるのかと思ったっけ。これ何？そして蘇って早くない？じゃあ別にやらなくてよかったって。あ、全然いらんかったわー。ルピそこまでだ。あ、紫のお姉ちゃん。シャキン。あ、痛い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 。よいしょ。おいおいおい。はいはいはい。はいはい。はい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 。はいはい、はい、終わり。何しに来たの、本当に。やるじゃないか、パーン。ほんま。
あれが水色だったらお前はジャスミンってなってたのにな。見た目はラプンツェルでしたね。ああ、で、こっちに抜けていけると。なんかすげえこっち見てる奴がいるんだけど。いや。もう魔法が欲しい。マジで魔法が欲しい。こいつと、んで、こうなったらなんかもう5つくらいアイテムをこうなんか取り揃えられるやつが欲しかったりする。痛い。自然に浮いちゃうスタイルですね。チャラパピー、オッケー。で、浮きます。この状態でダメ、さすがにダメージ食らなさそうですね。オッケー。んで、こっちにして。あ、違うな。で、あとあれか。ぷぷん。あ、無理なんだ。位置変えることできないのか。残念でした。また来てね。あ。で、ここはどこだ？本当にここどこだ？あっちに行くのか。三つ目ゲットしたから、ラスティングとかもどんどんなくなっていくよな。盗賊大丈夫なのかな？盗賊ファイルやっていける？まあ、無理だろうね。あおくそー、やっちまった。てい登って。てごん。あっしょ。オッケー、降ります。で、こっち進む、こっちまだ来てないはずだから。ほんとは一日目にね、雲の、雲の館とか来てたら、ちょっと待って、ここ来た意味なくない？なんか、樽を壊したら出てくるとか、ああ、ちょっとこっちやったんかい。あ、なるほど、で、脱出せよと。そういうオチですね。はい。石ころのお面さえあれば、ごめんね。後で抱いてやっからよ。またこんな密室で二人きりにして、あなた一体何する気？あれ緑？あれちょっと赤いやつは？アベール様は？アベール、毎回毎回ちょっとこの、こすいダメージ当ててきやがったようにやろう。はい、終わり。だって、アベール様どこ行ったの？だって、おめえは何いる様なのよ。鬼いるか？それともシャキいるか？ 216 センチか？ 148 キロか？なんでもいける。はい、終わりかな？違う。マジで手に入らない。ああ、まあ、ハートはありがたいけどさ。マジで手に入らねえな。すげえ張り切ってるやつがいる。ほい。違う。んで、こいつ。OK。で、手に入ったから。ああ。沈みます。沈んでください。よいしょ。ペッペッペー。ちょ、浮いて。沈まない。浮け。周りから浮いてください。ほい、下がって、よいしょ。で、これで出ていったら、なかなかやるじゃないか。私の体、触ってみないかって。これ多分、ルピーだろうな、またな。ですよね。20ルピー大好きっ子だもんな。よし。違う。じゃあ、取り出ってこんなあっさりしててよかったんだっけ？まあ、いっか。オッケー、じゃあ、戻って、グレートベ。グレートベですね。グレートベの会員ガン。メガネはアイガン。おもちゃもアイガン。オッケー、さて。で、こっち登っていって。どうしよっかなー。時間だもんね。ちょっと次のパートにすっか。なんか、求愛するやつ。わったつ。もしこれあれ、ゾーラ族の状態じゃなくてね。あー、そういうことね。めんどくせ！マックスめんどくせ！重なってはいかないんだね。同じところに落としはずない。ってことはちょっとあれなんだな。鼓動で動いてたりとかするのかな？
ポコポコピー、ポコピー、ジョナサン、ポコ何ボコボコにされてる？じゃん、じゃん、ちゃかちゃちゃん。写真撮れるんだ、一応。本当はね、魚とか食べさせられたらいいんだけど、そんなこともちょっとね、時間的に難しいっていうか、おいー、よいしょ。シュー、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 ブン、ブン、ブン、ブン。時間が、30分いったところくらいになるのかな、今で。OK でーす。どうしよう。まあ、もうちょっとやってもいいんだけどな。時間的に、ちょっと本当に、本当にマジックパワーが手に入らないな。サイキックパワーは持ってるのにな。残念ですね。よし。悪いけど、お前には、なんだ、仲が悪いってか？はいはいはい。早く、ちょっと。はいはいはい。喋る。助けて、早くトンガルイオに返して。はい、どうですか？おぉ、そろ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 待ってたんだ。なんだ、よくわかってんじゃねえか。今晩の俺のおかずができたな。これやるよ。裸？裸で渡された？あ、マジか！うっそ、空き瓶が足りねえじゃん。おー、了解です。これ非常にめんどくさいことになりますね。じゃあ、一旦ここで区切りましょう。次回、タツノオトシゴ救出大作戦ということで、続きやっていきたいというふうに思いますので、はい。じゃあ、また楽しんでいってください。じゃあ、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では、また、バイバイ。なむなむ、なむなむ。